ジョジョさん、歴代の監督さんおられましたでしょ。はい。で、金本監督経験されてますよね。はい。はい、北条さんにとっても金本監督が一つの転機になってると思うんですけど、はい、もう皆さんにとってどうなんですか。転機になってますね。全く使ってもらえなかったですね。で僕は和田監督で、横も和田監督で入って、うん、なんか別に金本さんがどうこうではなくて、和田監督の時ってなんか2軍で成績残した人がちゃんと上に上がっていくような仕組みやったんですけど、もう金本さんの時はもう若手で有力な選手をどんどん上で成長させようっていうところやったんで、それこそ横とかもね、横田もめちゃくちゃそれで活躍できて、ガッていった北条とかもね、金本さんでいい、良かったかなと。僕は結構全く試合出なかったですね。じゃあそしたら和田監督はどんな監督なんですか。優しいんですか。優しいよね。優しいです。あんま言葉数が多くないんで、そのメディアがどうあれか分かんないですけど、僕らからしたらなんていうんですか、取っていただいた監督ですし、いや、なんなら和田監督の息子さんと僕ら草野球チーム一緒なんです。今あ、そうなんですか。気使ってます。いや、なんかなんていうんですか、それでそう、なんていうんですか、そう、家庭のこととかも聞いたら、ね、言っていいのか分かんないですけど、和田監督の息子ってお父さんに対して敬語なんですよ。でやっぱその息子ってめちゃくちゃしっかりした人間なんですよ。でやっぱ和田さんってだから、そう、家庭としてなんていうんですか、一父親としての部分知らなかったんですけど、現役の時からすごい方なんだなっていうのは、その息子を見てれば分かるぐらい。え、なんか僕が初めて草野球行かせてもらった時に、和田監督の息子って分かってたんで、よろしくっていう話言ったら、え、よろしくお願いしますと、あの、昨日父親の方に今日山本翔也選手と草野球をご一緒させていただきますっていうメールをお父さんに送ったら、なんか迷惑だけはかけないように以上みたいな感じで。それぐらいやっぱしっかり、しっかりっていうか、まあすごい厳しいっていうか方で、でも結構そしたら和田監督でも、ま、真面目っていうか親身になってくれる監督だったんですか。そういうことで、あんな言葉監督多くなかったんで、どうなんかな。いや、でもそのアカデミー僕やっ、年やってて、その時の校長だったので。あ、そうですよね、アカデミーに来られましたね。で、その時にすごく声かけてくれたりとか、優しい方でしたね。なんか、フラン、意外とフランクというか。今2軍監督されてますでしょ。あ、そうですね、はいはいはい。だから 2軍の試合とか見に行ったら普通にこう接してくれるんですか。前ちょっとアパレルの方で球団とちょっとお話しすることがあって、その時たまたま和田監督お会いした時もめちゃくちゃ気さくに話しかけていただいて、ね、1軍監督やってる時よりだいぶ元気やったな。めちゃめちゃいい人、いい人。そうそうそう。いや、いい人ですね。で、入団の時は真弓監督。いえ、和田監督です。和田監督で入団されてるんですか。はい。横山さんも和田監督。はい。和田監督、2年、金本さん3年です、僕は。横は矢野監督も経験してますけど。はい、矢野監督はどんな感じだったんですか。なんか ものすごくなんか人当たりの良さそうな感じもするし。いや、俺のイメージはあれなんじゃないの。あの、二軍監督の時見てたら、なんていうか、めちゃくちゃちゃんと練習して、努力してる選手のことを使うイメージは僕はあるんですけどね。まあ、自由にやらせるっていう感じですかね。うん、金本監督はかなりあれですか、やっぱり厳しい。もう練習大変やったな。最初はやば。トレーニングがすごかったんじゃないですか。変わった時の、あのウェイトトレーニングのノルマってあ、ノルマがあって。聞きたくないな。スクワットを自分の体重が、体重比で何キロ上げなさいっていうノルマが、1.5 倍ぐらいじゃなかったっけ、ノルマがあったんですけど、それをキャンプですよね、春のキャンプ、春のキャンプです。まだ就任されて、その翌年の、あ、そうです、ここまでに作り上げてこいと、はいはいはい、あ、え、作り上げてこいと、キャンプまでに、1月2月とか、まあ、12月1月2月、12月1月か、そうですね、でしっかりと作り上げてこいっていう、それをスクワットで判断しますよぐらいの感じでしたよね、最初ね。まあ、そうです。じゃないと規範させられるっていう、僕は聞いてたんで。僕です。はい。いや、僕はスクワットめっちゃ弱くて、で、あのランジっていう、その足を前に出すのもう一個、その2種類ぐらいが結構ポピュラーな練習なんですけど、その、まあ、僕こっちめちゃくちゃ弱いですと。やっぱ人によって向き不向きあるんですけど、めっちゃ下手なんですよ。で、
まあ、トレーナーさんと相談して、じゃあ前はお前得意だと、じゃあ前を人一倍やるようにしようと、でそのノルマそっちの方でクリアしたんですよ。で実際試験日ですってなったら、僕こっちです、こっちやりますって言ったら、ほんなんないみたいな、ほんなんないみたいな、でトレーナーさんもそんな俺も言ってないみたいな言われて、であの僕試験不合格で、あの春って結構結果出さないといけないですよね、 若手は。だから僕ランニング2倍してました。僕だけピッチャー陣のランニング2倍であれこれ終わったなぐらいの就任早々終わったなぐらいの練習してましたね。まあ、ただウェイトとかそういう結構ランニングもむちゃくちゃその多かったです、うん、秋のキャンプとかもめちゃくちゃ多かったね、うん、ランニング練習量が増えてる、練習量めちゃくちゃ多かったです。これ野手陣と投手陣とかあるじゃないですか。そうですね、これ野手陣の、まあ、そのこう筋肉量のアップは分かるんですけど、ピッチャーはどうなんですかって。僕は結果出せてないんで、それを言ったら筋トレをやっとけばもっと良かったかもしれないしっていうのはあるんですけど、僕は結構筋トレって早い段階で捨てたじゃない、もちろん下半身の最低限なものとかはあるんですけど、どっちかというといろんなトレーニング、そういう体の動作系のトレーニングとかの方が好きっていうか、そっちの方がなんかピッチングに結びつく感覚が体であったん でウェイトは結構弱かったので自信もなかったですし、そういう意味ではなんか筋トレでめちゃくちゃこれが良くなったとかっていうのは自分で実感できてないっていうのがやっぱ良くなかったかなっていうのは、多分大谷選手とかも今ねやっぱウェイトしててあんだけの成績残してるってことは、やっぱり筋肉量って絶対必要ではあるっていうのは分かってるんですけど、やっぱ向き不向きみたいなところはあるのかなとは僕は思う。山本由伸は筋トレゼロ、筋トレ一切しないんで、ね、全くしないらしいです。なるほど、一律にっていうわけにいかないということですよね。まあ、そうですね、そうかもしれない。まあ、その点和田監督の時代はそしたら平和な時代やったんですノルマとかはもちろんなかったです。だから成績を出せばいいやな。和田監督は本当にシンプルですよね。2軍で結果出したら上がれる。あの思い出の試合とかっていうのは終わりですか。僕はでも初登板が思い出ですね。一番最初の巨人戦が思い出、はい、ね、あれは僕のベストじゃないですけど持ってるもの以上のものが出せた試合ではあって、うん、あの試合を結構言ってくれる方がすごい多いんですけど、もう本当一瞬でした。もうあれもう7回終わったのって感じで、もう本当一瞬であれもう終わったみたいな、お疲れさんみたいな中西さんに言われて、あれやっぱり巨人戦は雰囲気がやっぱり違いますか。違いますね、巨人戦はやっぱり、まあ、伝統の一戦って言われるぐらいなんで盛り上がり方がすごいですね、やっぱり。はい、やっぱ巨人戦で抑えるということがなんかその後のイメージが変わりますよね、その人物的な。まあ巨人はなんかもう一回あるんですけど、それもまあ一応まあ抑えてはいるんで良かったっす。抑えて力で抑えた感じしますけどね。ありがとうございます。僕はまあ中継ぎだったんで、結構まあそのなんて実力もなかったんで、その負けてる試合で行くことが多かったんで、なんか記憶残ってるってあんまないんですけど、そのまあ1回だけ先発させてもらって初勝利上げたっていうのはやっぱり良かったかなと思いますね。でまあ巨人戦に関してはなんていうんですか、やっぱその昔から巨人ファンなんですよね。なんで巨人ファンで、もう高橋由伸さんの大ファンなんで、ベンチで由伸が見てるぐらいの、うわやっばみたいなぐらいのイメージで、なんかえこのなんかテレビで見てる画角で投げてるぐらいの感覚でしたね。なんかすごいなっていう、うん、確かになんかえ何これ俺 ゲームの中いるぐらいの感覚でしたね。うん、確かに一勝しかしてないんで、やっぱその一勝っていうのはやっぱり大きいですね。いや大きいですね。掴み取った一勝だからな。貯金1やもんな、生涯の貯金1で、しかも2軍で、それこそその時って先発が岩崎とか、ええ、いいピッチャーがいた中で2軍で先発やさせてもらうことがあって、それでちゃんと掴み取った先発だったんで。そうやね、でもあの時めちゃめちゃ抑えてた。5試合でもう1点ぐらいしか取られてなかったんですかね。で試合4日ぐらい前に39度の熱出て東京迎えっていう、もうグリーン車の中でもう死にそうになりながら、でも言ったらもう僕みたいな選手すぐもうあじゃあ先発変えますで終わりなんで、絶対死んでも言わないっ
ていうところで神宮入って、じゃあピッチングしてみろみたいな。したら和田監督と中西さんこうやって後ろで見てて、僕115キロぐらいでまっすぐ掘って、で後ろでこそこそ、これどうやって2軍抑えたんだみたいな声聞こえてきながら、やばいやばいやばい、選抜回避されると思いながら、あの試合になったらめっちゃいい感じですっていう言い訳して、なんとか先発させてもらったみたいな感じだったんで、それはもうなんか自分の中でここしかないっていう流れあったんで、それは結構覚えてますね、今でも。今まで見てきた左のピッチャーの中で一番いい球を持ってます。ロケットランチャーみたいな感じです。僕結構あのうるさいんで、なんか嫌がられることあるんですけど、多分岩佐は僕のこと嫌がってると思います。チャンネル登録よろしくお願いします。